ブライトンにともかくと、アルテタ監督が熱望。スリーアジットミニッツは、アーセナルとブライトンの夢の夏のトレード契約は、両クラブを次のレベルに引き上げる可能性があると題した記事を掲載。冨安健洋が所属するアーセナルが三笘をターゲットにしていて、ミケル・アルテタ監督が熱望していると伝えている。記事は、マンチェスターシティやマンチェスターユナイテッドも日本代表アタッカーに関心を持っていると報じた上で、現段階では具体的な詳細はほとんど明らかにされていないが、ガナーズが26歳の獲得レースで初めの先導者であると理解されていると綴った。そして、三笘の代わりとして、ブライトンがアーセナルの選手を獲得するトレード案を提言。放出候補となっているリース・ネルソンやエミール・スミス・ローとの交換に言及し、こう見解を示している。その意味で、これは本当に誰にとっても都合の良い取引であると言えるかもしれない。一方、ガナーズはキャリア最盛期のトップリーグで最もテンプの才能に恵まれたドリブラーの一人を低価格で獲得し、三笘自身には最高のチームの一つでチャンピオンズリーグでプレーする機会が与えられる。強いチームには良いウィングが一人はいるもんな。アーセナルはトロサールもマルティネッティもいるからやめた方が良い。ハーランドやレバンドフスキみたいなスーパーセンターフォワードがいるようなチームがいいね。トロサール。わざわざまた同じチームになるのはどうなのか。三笘がアーセナルに入ったところで3番手扱いで、下手をすれば買い殺しになるのが関の山だと思うが、三笘かどうかは飛ばしかもしれないけど、左に1個で突破できる選手を探してるのは間違いないと思うな。新しい気を入れて循環させないとすぐに攻略されるから、少しずつ変わり続ける必要があるとは思う。後ろに冨安がいたら三笘もとってもやりやすいだろうな。実現してほしい。スタメンで冨安と三笘の2人が揃って出てる試合を見てみたい。シーズン通して主力としてしっかり結果を残す姿を見たい。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではサッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。